今日は朝からスタートライン上は追い風のコンディションとなりました前半戦では風が強めの状態でしたが次第に後半戦は風が弱まってきていますそしてこの時間帯追い風から少し横風に変わりつつありますやや天気が崩れてきました最終レースの競争水面スタートライン上ではこの時間風の影響はほとんどなくなっています2日目最終レースとなります 九州スポーツ杯争奪戦12レースはドリーム戦のセカンドです絶好枠は前半戦まくって勝ちました1番の増田ージ初日の中間着から前半戦の勝利これで一気に勢いに乗ってくくでしょうか1番の増田が1コース前半戦は3着競り勝ったレース2番の渡辺慎太郎が2コースそして初日は2走厳しいスタートになりました3番の村上淳 モータータと格闘中3番の村上京の1回乗りで結果出せるでしょうかそして序盤連勝は4コース角石4番の矢野蓮氏初日はまくり出し今日の前半逃げたがっています5コースには5番の福島勇輝前半波乱のレースは4着敗退でしたそして前半6コース周りでいいところがありませんでした6番の森野正弘ここはまたも6コースからで振り切る乗り切ることができるでしょうか 12レースドリーム戦のセカンド体系インコースから1番2番3番4番5番6番ですスタートしました1コースからコース,スタートは1番のマスター2、3コース2人も差がなく続いています逃げ展開は1番のマスター 仕掛けるのは3コースから3番の村上にまくり差しの形になるさあこれが入りかけているしかし1番のマスタが直線では伸び返していくスタートは前提正常でした一瞬かかったへさきでしたが3番の村上ここは1番のマスタが突き放しています村上2番手の後ろは3手混戦の3番手らしいで2幕 3番手の中から2番手まで狙った2番の渡辺でしたがこれは3番の村上、振り切るそして内側相手5番の福島、差してきました3番ダラスは時計前5番の福島がいて新リード続くのが2番の渡辺この後ろは6番の森野はここは4番、矢野との5番ダラスに交代です。 2周の1マーク3番手で5番の福島回る内を突く2番の渡辺バックストレッチに移りますまだそれほど差は開いていません3番手5番の福島内を突いて2番の渡辺伸びていきましたさあ中間地点へさっきかかった3番手内から2番の渡辺並んできまして2周にマークです1番の増田先頭3番村上2番手2周2マーク内小回りが2番の渡辺外を回って5番の福島3番手争いまだここは接戦というところこれから最終周回です アウトコース5番の福島、若干直線では外をリード、5番の福島ですが、ボート半分ぐらい、内から2番の渡辺で最後の1マーク、ここは2番の渡辺にもう1回、外から5番の福島、福島、アウトコースからしかしまだ抜け出せません、両者接戦が続く、ほぼ並んだ状態です。 2連単の1番、3番では4.5倍のつです3連単1番、3番、2番では16.9倍1番、3番、5番では27.5倍です3番手最終ターンマーク2番の渡辺に外から5番の福島少々これは流れたか3番手は2番の渡辺が優勢まもなくゴール先頭は1番マスター合、増田豪輪3番、村上豪輪2番、渡辺豪輪5番、福島豪輪4番、矢野豪輪6番、森野豪輪